キャスナインはですね、ガイド RNA に、案内されて、ゲノムの特定の配列に結合して、DNA を二重らせんをですね、ほどいて、でこれを切断するという、そういう活性を持っているんですけれども、パム配列っていう配列がないと、その、DNA に結合して、これを切ることができないんですね。そのパム配列が、一番短いものでも G グアニングアニンという、GG という配列なんですけど、これなかなかこのゲノムの中に出てこないんですね。だからどこでもゲノム編集できるわけじゃないんですけれども、それをグアニン1文字にする、そういうようなキャス9を作ることによって、もっと簡単にですね、いろんなところをターゲットにできるようなキャス9を作ったという、そういう研究になります。非常にゲノム編集で問題になっているのはオフターゲットといいまして、狙ったところ以外を切ってしまって、それのために医療で言いますとがんになってしまうと、それをですね、ガイド RNA をもっと自由に、設計できるようになりますので、それによってオフターゲットの活性が下がると、余計なところを切らないということがまず1点ですね。あと最近問題になっているのは、このオンターゲット、正しい位置を切ってもですね、場合によってはその非常に大きなディリーションが起きて、がんとかになってしまうと。これもその非常にそのガイド RNA の設計に依存しておりまして、ちょっとずらしたところでガイド RNA を作ってやればそういうことが起きないということが知られておりまして、したがって我々のツールを使えばガイド RNA をもっとそういう危険を回避して設計することができると。でもう一つはですね、切らないゲノム編集というのがありまして、これは切らないでおいて、キャス9がゲノム特定位置に結合して、その後ろでですね、塩基置換をする酵素をつけておきますと、例えば塩基置換をして、ミューテーションを直すことができると。非常にこれが脚光を浴びているんですけれども、これもですね、パム配列から5塩基から10塩基の間か、上流というんですかね、そこしか塩基置換できないんですね。つまりパムの制限がより厳しいですから、パム配列がもう自由になりますと、どこでも結構自由に塩基置換で、いろんな病気を治すことができると。こういう3つの利点がこの研究にはあると思います。我々目指しているのはですね、主にゲノム編集による医療応用ですね、遺伝病であるとか、あるいは遺伝病以外の疾患を治すということに、非常に興味というか注力していきたいと思っているんですけども、そのためには今回のパムが自由にゲノム編集できて、でオフターゲットも減らせて、いろんな危険性を回避できるようなキャス9を使って遺伝病、あるいはそれ以外の病気を治していきたいと思っています。そのために、もしかすると血球を外に取り出してきて治す、これは今主流なんですけれども、体の中でゲノム編集して治す、こういった方法もぜひ使っていきたい。そのためにはですね、今回のキャス9ちょっとサイズが大きいので、より小さなキャス9で、その自由にゲノム編集ができて、しかもそのオフターゲットの間違って、ゲノム編集する活性の少ない、スーパーキャス9というんですが、それがもうほぼできておりまして、これを使って、いろんな病気の治療をトライしていきたいと思っております。